レディオトーキンキッチンネオ深夜ラジオ食堂のちがお送りします今日はオーマイボス第8話はい今回はですねえ玉森さんが上白石萌音さんが書いていたのメモ,メモを見つけてそれをやっていくっていう回ですねはいその みんなそわそわしながら進んでいく中、えー、玉森さんはそのメモに書いてあることを、あのー、やってあげようとね、えー、するっていう回なんですけれどもそれがなんと、あのー、最後の方に分かるんですが、えー、中学校の中学生の時に書いたやつだったということでですね 途中にいろいろマフラーを一緒にするとかえ一緒にいて別れた後またすぐ電話するとかあと長電話しながら寝てしまうとかなんかそういう感じだったと思うんですけどもでその中になんか第二ボタンをあげるっていうのもあってなんか,なんかよくわかんないけどボタンをあげるっていうシーンもありましたね。はいで、えー 上白石萌音さんは間宮祥太朗さんにこうなんて言うんだろうあの告白されてたんですけどその返事をした時に間宮祥太朗さんがこう「あんま気にすんな」って言ったのがちょっとかっこよかったですね自分で言っといて自分で振られる感じなんだけど「あんま気にすんな」っていうセリフは何かかっこよかったですねうん。はまた なんか切ない感じでしたね。はい。で、今回は見どころとしては土下座をする。上白石萌音っていうところですかね。はい、いつもだったらね。七尾さんがやる,やるところを今回は。上白石萌音さんが土下座をしたんですが、こう綺麗な土下座でしたね。うんまるでこう。ね、お寿司のようにこうしっかりしたこう。土下座でしたね。うん。 でえー、とそ,うだそのメモの中に家族に紹介してもらう,もらうみたいなのがあったのかな。でそれでお姉さんにね、えー、ともう一回ちゃんと紹介するっていうシーンがありましたね。うんで今回初めて社員のみんなはその菜々さんと玉森さんが兄弟っていうことに気づきみんなびっくりするっていう回でしたね。う で前回か前々回かあの恋っていうのはあの勝ち負けなのかなって言ってたんですけども間宮翔太郎さんに恋って勝ち負けかもねって今回はね玉森さんに言ってましたねうんでその返事がまたかっこよくて「俺も負ける気さらさらない」ってまだ言ってますからね間宮翔太郎さんねこれあと何回あるのかなあと1回あと2回ぐらいあるのかな もしかしたら大逆転があるかもしれないですね。まあないかわ <laughs> かんないね。うん、うん、で今回最後の方にねあの奥さんになってくださいって玉森さんがね上白石萌音さんに言いましたけどもねそのなんか最後の表情ちょっと微妙でしたねこれ。うーん一回なんかちょっと断るみたいな会がまた来るんですかね。<laughs> 私まだ。 働きたいみたいいみなシーンが出てくるんですかねうーんそして、えー、倉なかなさんがねあのー、ジストニアなんじゃないかっていう疑いだったんですけれども玉森さんには賢秀園っていう嘘をつくっていうシーンがこれちょっとちょっと泣けるシーンですよね。こうお互いが お互いいがっていう倉ナカナさんが玉森さんに気を使うっていうね、うん、ここはちょっと泣けてしまうシーンじゃなかろうかと私は思いますねそしてゆうすけさんとマリアさんと七尾さんのねこの恋の行方っていうのはこのドラマで実はちょっとねえー、注目するところですよねうん私はもうそのシーンがいつも好きなんですけども。 これからこれからっていうかあと何回かでどうなるかがこうこをう,うまくいくとちょっとなあいいなあと思いましたねうん、うん、そしてちょっとびっくりしたのがあの会津スケート場がね貸し切りだったっていうのはすごいですねうーんすごいですね売れっ子カメラマンですね貸し切っちゃうんだからこれはなんかこうアメリカ的ななんか あのー、なんか進み方というか見せ方だなと思いましたね。はい、さあ、えー「奥さんになってください」の返事はどうなることかはいこれからも楽しみです。のんちででしたたそれではまた